はい、こんにちは、ゼロです。さあ、今回はですね、ちょっと久々にニコンの Z8 ね、これについての話をちょっとしてみようかなと思います。で、まあ、今ちょっと思っていることがあるので、ね、話をしていこうかと思うんですが、まあ、Z8 のスペックがどうこうって話ではなくてですね、このニコンの Z のラインナップを見た時のこの Z8 の存在ね、これについて、今ちょっと思っていることがあるので話をしていこうかなと思うんですけど、まあ要点ね、まあ、結論から言うとですね、まあニコンの Z のフルサイズ、もし考えてらっしゃる方がいればですね、もうZ8 もうこれ一択で、いいと思います。はい、まあ、ZF みたいなねちょっと特徴的なものも、まあ、あってね、あれはまた特殊だし、 Z9 はね、まあ、これはまた縦位置グリップというかバッテリーグリップがついてるので、ね、中身はねほぼ同じとはいえ、この辺はねなんか使い方みたいなところもね あるので、まあそこの辺はね、まあ、Z8、Z9 ね、どちらかを、まあ、用途に応じて選べばいいかと思うんですけど、まあ我々みたいなね、まあ、一般レベルの人間からすればですね、もう Z8 がほぼフラッグシップと言っていいくらいなので、もう Z8 で、いいと思います。で、それがなんでそう思うように、強く思うようになったかというとですね、Z6-3 ですね。まあ、これのスペックですよね。まあ、この辺見てるとですね、やっぱり Z8、まあ、Z9 は違うと思うんですけど、Z8 が登場したことによって、このニコンの Z のラインナップの、この各モデルの位置づけっていうのがですね、非常にこう難しくなったというか、迷走してしまう形になったというかね、どうしたらいいんだろうっていうところに、おそらくニコンの側も陥ってるんじゃないかなって気するんですよね。まあ、それくらいこの Z8 の存在っていうのが、こう今までのこのラインナップの考え方を全て打ち崩してしまったモデルなんですよね。なので、まあ、Z6-3 はまあ出てきましたけど、まあ、Z7 系ですよね。じゃあこれどうすんのかというところのその位置づけですよね、今まで通りの位置づけでいくのか、また、違った形としてその Z7 のこのラインナップっていうのをまあ展開していくのか、この辺っていうのはやっぱ非常に難しいですよね。まあ、それくらいこのなんか Z のフルサイズのラインナップ、まあ、ZF はまた違いますけど、このヒエラルキーみたいなものをね、完全にこう変えてしまったモデルだと思うんですよね。で、じゃあこれ単発で終わってしまうのかというモデルかと言われると、やっぱり自分違ってると思ってて、ね、これまあ Z8 のね、レビューとかの時でも全然話何回もしてますけど、で一応開発者側としてはもう10年使えるカメラを目指したっていうふうに言ってますよね。でそれはですね、もちろんスペックとかそういった、ね、カメラそのものの、まあ、仕様ってこともあるんですけど、他のこの Z のニコンのラインナップを見た時に、じゃあどれ選ぶのかってなった時に、Z8 っていうふうに行くこの流れっていうのが、まあ、そもそも10年ぐらい続くんじゃないかっていうね、なんかそういう気がしてくるんですよね。でそれがやっぱりこの Z6-3 の、スペックだったりね、まあ、この辺、まあ、数値的なものですけど、この辺を見た時になんかそういう感じがしたんですよね。まあ、それくらいもうなんていうかな、下手したらもう Z9 と Z8 だけでもうニコンやってきますみたいなね、それくらいの勢いで、もう他のモデルをね完全にこうなくしてしまってもいいくらい、もうなんていうか標準なカメラ、もうオールマイティ万能なカメラで、ないしかもハイスペックっていうねっていうカメラがね、出てきてしまったんですよね。なのでだから、まあ、ZF はね何度も言いますけど、まあ、あれはちょっと趣向が違うのであれですけど、現状あるその Z6、Z7 のラインナップね、Z5 もそうですけど、まあ、この辺っていうのはそもそも存在する必要があるのかどうかっていう疑問さえ私出てくるんですよね。どこかその完璧に上回ってるものっていうのが、その Z9、Z8 より下のモデルから何か出てくるのかっていうところがちょっと疑問なんですよね。ソニーみたいに、なんていうか、もう最新の技術をね、そのモデルとか関係なく、新しく出るものにはどんどん新しいものをね、技術を投入していくっていうのであればですね、またこの
ラインナップのこの上下関係というかな、このヒエラルキーを、関係なく、まあ、してしまうようなこうなんか製品のこの展開っていうか、この発売サイクルというかね、発売するたんびにこっちのね、あのモデル、下のモデルだけれども最新のこういう技術が積まれてるよねみたいなね、なんかそういったことがもしあればですね、また見方も変わってくるんでしょうけど、まあ、少なくとも Z6-3 の中身とかを見てる限りだと、なんか既存のね、まあ、Z8、Z9 を上回る部分っていうのはないですよね。まあ ISO 感度が64000までいけるとか、まあ、こういう数値的なところはありますけど、じゃあそれってね、Z9 とか Z8 だったらダメなのかっていう話になってくると、まあそういうこともないんじゃないかなって気はするんですよね。結局その Z9、まあ、Z8 の登場によって、その Z8 からさらに下のモデルですよねっていうのは、もうすでにこう Z8 にこう内包されてる状態になってて、まあその Z8 を基準にして、そこから一部ね、あのポコッとこうなんか出てくるみたいなね、なんかそういった製品展開になってるように見えるんですよね。うん、もちろん数値的にはね、さっき言ったみたいに ISO 感度のところでね、Z8 は64から25600ですけど、Z6-3 は100から64000で書いてあるんでね、まあ、こういう数値だけ見れば、ね、Z8 より上回ってるところは、まあ、あるっちゃありますけど、ね、まあ、重さが軽いとか、なんかそういったところもありますけど、ね、そこを総合能力として見たときに、やっぱりこの Z8 っていうのが、コストパフォーマンス的にはもう最強なんじゃないかなって気するんですよね。うん、で、さっき言ったみたいに、これの下位のモデルの製品展開のこのスピードとかね、まあ、そういった出てくる仕様だったり、まあ、そういったところを Z6-3 からこう連想すると、やっぱりこの10年戦えるカメラっていうのは、あながち間違ってはないのかなっていう、まあ、気がするんですよね。っていうくらいやっぱり息の長いモデルに、多分間違いなくなっていくだろうと思いますので、だったらもうね、最初から Z8 ドーンといっちゃって10年使うっていうね、うん、例えばこれ50万で買ったとしたら、10年ね、使うとしたら年間5万円ですよね。年間5万円で、まあ、このカメラが10年使えるっていうふうに考えたら、そこまでね、高い買い物、まあ高いですけど、高いかどうか、まあそれは買う人の判断か、ですけど、ね、そんなに極端に高いものでもないのかなっていうふうに思えてきたりもするんで、それはね、なんかあの、ライカの買う人みたいな、そういう話でもちょっと出てきそうな話ですけど、ね、もしこれより下のモデル、例えば買って、まあ、それをね、もっと短いサイクルで買い替えるってなったら、だったら最初からこれいっときゃいいんじゃないのみたいな流れにね、まあ、なりかねないっていう、まあ、現状のこのニコンの Z8 より下のラインナップの製品展開なのかなっていう見え方にどうしても見えてきてしまうので、まあ、これ Z6-3 があれか、登場した時にも言いましたよね。うん、まあ、Z6-3 もしね、新たに行くんだったら、Z8 までバーンと行っちゃった方がいいんじゃないかなっていうね、うん、やっぱりその辺っていうのは、まあ、変わらずちょっとね、思ってますし、なんかより強く思うようになってきましたね、なんかね、まあ、ということで私自身はね、 Z8 はもうね、発売、まあ、予約開始と同時にも予約して、発売日に手元に来てずっと使ってるわけなんですけど、未だにやっぱりこれはもう あくまで私のメインはこれっていうね、そこはもうやっぱ変わらないんですよね。で、それはまあ野鳥撮影で使ってるっていうね、まあ、野鳥撮影っていうのもあるんですけどね、やってるのがね、まあかといって野鳥撮影だけで終わらせるつもりもなく、ね、スナップなんかも、まあ、以前話もしましたけど、ね、あのフォクトレンダーのノクトなんか使うと面白かったりもするし、いやもうほんと万能なんですよね。もうなんか火の打ちどころがない、現状の Z のラインナップの中ではね、うん、でモデルなので、まあもともとね、何か既存のものを持ってて買い替えるっていうのであれば、例えば Z6-2 持ってて3に買い替えるっていう人も当然いるでしょうけど、まあ新品とかね、これからカメラ最初のニコンの Z 何か買うっていう方にもし私が言うなれば、もう Z8 ドーンっていくか、
最初はねちょっと様子見でコストを抑えて、まあ、Z6 初代の Z6 とか、まあ、Z7 とかね、まあ、ああいう、まあ、少しちょっと世代的には古くなりますけど、そこでコストを抑えてね、でニコンの写りっていうものをちょっと体験していただいて、でねマウントは同じなんで全然レンズはねそのまま使えるし、でマウントアダプター使えばね、いやそういったね別のマウントのレンズも全然使うことできるし、まあ、そういったところをね、まあ、いろいろと体験していただいて、その上でガーンとね、まあ、Z8 までもう一足飛びで自分は行っちゃう方が、まあ、いいんじゃないかなって気はするんですよね。うん、まあ、例えばそれより下の、まあ、今出たね Z6-3 とか買って、でやっぱり上のモデルなんでね Z8 の方がね、ラインナップ的にはね、ヒエラルキー的には上なんで、やっぱ Z8 の影がやっぱチラチラ見えますよね。 Z6-3 買ったとしてもね、使ってるうちにやっぱチラチラと Z8 とか Z9 ってやっぱよぎると思うんですよ。うん、だったら、ね、そういうところもね、自分がこうこれからなんか撮影していこうって思ってるようなもの、特にやっぱ超望遠使うとかね、なんかそういったことをやりそうだなっていうのがちょっとでもあるようだったら、もう一気にね Z8 とか Z9 にバーンといっちゃう方がまあいいんじゃないかなって気はするんですけどね。まあそれくらい満足度も高いし万能だし、もう本当にあらゆるいろんな場面で対応できるカメラだし、本当にこう隙がないカメラだなって思いますよね。でしかもファームウェアのアップデートによってまだまだポテンシャルが秘めてるってところがまたすごくって、じゃあそのポテンシャルっていうのが今出た Z6-3 にあるのかって言われると、どうなんでしょうね。ちょっと疑問ですよね。 Z8、Z9 だからこそなんかそういう秘めたポテンシャルっていうのがなんかすごくありそうな感じを未だに醸し出してますよね。なのでなんか買った側もまだまだ長く使っていけそうだなっていう風に思わせてくれるカメラなんですよね。まあ、そういったポテンシャルを秘めてんじゃないかっていうところがあるので、実際はどうか分かんないですよ。それはまあ開発した設計者じゃないと分かんないと思いますけど、なんかそういう秘めたものがありそうなところがこうあるんで、なんかねどんどん長く使っていこうかなっていう風に思えるっていう部分もあるしね。でね、基本性能もそもそも高いし、まあ、長く使っていけそうだなっていうのもあるし、なので本当に隙がないカメラだし満足度の高いカメラだなと思うので、Z8 ね、今ねこそ Z8 ぜひ、注目していただければなというふうに思います。素晴らしいカメラだと思います。はい、もちろんね不満の部分もねありますよ。動画ちょっとアップしたりもしてますけど、意外と伸びてたりしてね再生がね、まあ、そういったところもありますけど、それは別にどのカメラにもあることなんでね、それをまあニコの Z8、Z9 だからとかっていうのはまたちょっとそれも違う話で、ね、そういったところがあってもね、他の部分がね、もうそれを補ってあまりくらい満足度の高い、まあ、製品だと思うので、そこはね改善ね、不満になってるところは改善してくれれば言うことはないですけど、ね、それ以外の部分も見た時のトータルでのこの満足度ってのはやっぱ非常に高いカメラなんで、ぜひ手に取ってほしいなというふうに思います。はい、ということで今回は久々に Z8 のお話でございました。てな感じで今回動画終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。